皆さんどうもこんばんは。インド洋の奇才コイムです。どうぞよろしくお願い申し上げます。今日はですね、先日アップロードしました、コイム100の質問に全部答えますよみたいな動画見ていただけましたでしょうか。見ていただいてない方は、先にそっちの動画から見てくださいね。それを見ないとちょっとこの動画の何残っちゃうやらさっぱりわけわかめちゃんになりますんで、できればそちらの方から見ていただきたいんですけれども、今日の動画はですね、久しぶりの相席酒場でございます。久しぶりの相席酒場ということですね、お酒を飲みながらつまみでもつまみながらですね、この前回のね100の質問の動画のちょっと深掘りなんかをゆっくりしていきたいと、こういうふうに思っております。その他にもご紹介してない別のね、おすすめの映画と、おすすめのアルバムと、あとね、邦楽のおすすめのアルバムを教えてくださいってのがありますんで、それも1枚ね、ちょっとご紹介したいと思いますし、おすすめのね、超激うまポテトチップス、最近ぴょんこ先生と、ハマっております。お菓子がありますんで、それもちょっとご紹介していきたいねいう感じですので、こういうまあ盛りだくさんな内容になってますから、ぜひとも、ゆっくり最後まで見てっておくんなはれや、ね、おえって言っちゃったけど、おくんなさいませ、よろしくお願いします。それでは行きましょう。まず乾杯からですね。はい、今日のお飲み物はこちら。ボーンボボーンやっと私の住んでいる地域でも手に入るようになってきたんですよ。去年ぐらいからね。たまにこう美味しいんで飲んでます。ジョッキ缶ですね。一時なんか売り切れですごいことになったらしいですけども。これをやっていたい。ちょっと一回ね、ゴンってやるとね、泡が出やすい。パッコーンつって。皆さん、乾杯しましょう。乾杯。今日ね、寿司食ってきたんで、スシロー、またスシロー行ってきたんでね、めっちゃ喉渇いてるんですよ。超うめえ。最高やね。喉乾いとる時のビールはやっぱり美味しいの言うてね言ってますけども、それではちょっとじゃあ深掘りしていきましょうか。皆さんがね、まあ、今ここにパソコンがあるんで、こう見ながらやりますけども、何を深掘りしてほしかったかなと思いまして、ちょっと予想でね、この収録してるのはまだアップロードしてないので、100の質問を。なので、予想で皆さんが気になるであろうところをどんどんやっていきたいと思います。100の質問の動画の中にありました、おそらくね、出身地、これ初めて明かしましたので、これについてちょっと深掘りしますけども、香川県ですね。まさか動画で言う日が来るとは思いませんでしたね。なんかもう質問されたんで、NG なしで全部答えてやろうと思って答えたんで、乾杯。答えましたが、四国のね、香川県という生まれで、まあ、うどんがね、有名なところなんですけども、そこで私は、ちっちゃい時ね、サッカーをして遊んでおりました。で、育ちました。うん。で、うどんを食って、一日朝昼晩うどんの時もあります。香川県の人はね、香川を歩けばうどん屋に当たるっていうぐらいね、うどんの町でございます。はい。すごくいいところですよ、のどかでね。まあ、瀬戸内海ですからね、海も穏やかですしね、非常にいいところです。大好き。はい、続いての深掘りはですね、どんな仕事をしているということなんですけども、医療と関わりがある一種、ある種のものを売ったり作ったりしているという仕事ですね。でそれの、まあ、この地元では結構大きい会社に、15年ぐらい勤めてたんですけども、脱サラして独立してそれをやってますよっていうようなことでございます。あとね、座右の銘に関しての、そのラブ&ピースって答えたんですが、愛と平和。これは、おふざけでも何でもなくて、本当に、こう、自分のこの人生のですね、テーマというかね、本当なんですよ、これは。
マジで何の冗談でもないんですよ。こう私のね、こう 人格というか、その悩みというか、一番そのこう引っかかるところっていうのが、その人と人のとの争いとかいうことなんですよ。そこにね、すごく私はこの心を痛めてしまうんですよね。仮に、友達 A 君と友達 B 君と、まあ、C 君がいたとして、そういう友達のがあって、で A 君と B 君がすごいなんか仲悪くなっちゃうとか、ちょっと言い争いしちゃうとか、もうそういうのに、ね、もう耐えられないんですよ、性格的に、ね、そういうのがやっぱりその家族の中でもやっぱりあるし、このね、いろんなこうどんな組織においても、どんな環境においても、やっぱりこの あるわけじゃないですか。これをね、私はこうなくしたい、 愛と平和を持ってる、まあ、すごい小さい サークルの中で言っちゃうとそうなんですけども、まあ、大きいところで言うと、やっぱりそのね、未だに戦争してる地域があったり、未だにね、こうご飯が食べれなくて、そういうのでこう亡くなってしまう人がいたりとか、そういうのに非常になんかそのそういうのが気になっちゃうタイプで、ね、以前に福島のね、震災、大きい震災があった時にも、そのボランティアとして、そのすごい行きたかったんですよね、現地に。なんですが、やっぱりそのサラリーマンという身分で、雇われてるっていう身分だと身動きが取れないじゃないですか。で、その自分がね、いなくなることで、それこそその会社にも迷惑かかっちゃうし、なのでその将来の夢にもつながってくるんですけど、その何かそのね、そういう自分のがなんかできることがあるっていう時に、自分が自由じゃないといろいろ動けないじゃないですか。なので、そのラブ&ピースさん、愛と平和をなんとかちょっとでもね、こう守るために、自分はの時間を作れるような人間になっておこうと、ね、まずは自分が幸せになって、あふれる幸せをなんとか皆さんに還元しようと、そういうふうにね、ガチで思って、生きてきてます、はい、それがまあ夢でもあるし、本当に座右の銘ですね。はい、めっちゃ深掘りするやん、一個のテーマでめっちゃ深掘りするやんっていう感じですけど、これあれですね、多分何回かに分けないと無理ですね。だってもう10分ぐらい収録してますから、すいません、なんかもう深掘りに深掘りをします。うん、そんな感じですね。で、続いてはね、行ってみたい国はエジプトと香港って答えたんですけども、これはね、やっぱりね、行きたい。エジプトはね、やっぱりピラミッドを見たいんですよ、生で。うん、やっぱり見たいよね。4000年とか前の人があれを作ったんですよ。すごくないですかっていうのを、この自分の肌で感じたいね。うん、ピラミッド。見てみたいな。これはね、もう絶対死ぬまでに一回は、私はピラミッドを見ます。はい。宣言。で、まあ、香港っていうのは、なんで香港に行きたいかというと、とある小説がありまして、深夜特急っていう小説があるんですよ。世界中のバックパッカーのバイブルだって言われてるような本なんですが、その本を、読んだんですよね。それ読んだら、もう香港にもう行かなきゃ無理みたいな感じになるんですよ。はい。それをおすすめの本でもあるんで、ちょっと深夜特急のね、第7巻ぐらいあるのかな、結構あるんですけど、3巻ぐらいまで今読んでるんですけど、ちょっと今止まってますけどね、それほんとなんかね、いいんですよ。その香港のね、街並みの描写が非常にいいんですよ。で、私がこう、なんかの価値観として、まあ、例えばなんかその、でっかい都市に行って夜景を見たいとか、綺麗な景色を見たいとか、そういうのよりは、なんかね、こう、雑多な、こう、カオスな、そういうこう、地域にね、こう行ってみたいんですよね、うん、で、いろんな人がいるじゃないですか。そういうのを見てみたいっていうのがやっぱりありますね。はい。ということで、エジプトと香港でございました。酒が進むね。続きましては、こちらですね。大阪ハイボール。これね、ガリ風味。串カツ田中って知ってます？全国チェーンの串カツ屋さんがあるんですけど、そこにね、ガリチューハイってあるんですよ。それ大好きで。そんな雰囲気で飲んでいっております、これをね。はい。やっていきたい。あ、じゃあせっかくですから、ちょっと激しくおすすめの、ポテトチップスがありますんで、それをちょっとご紹介します。はい、こちらでございます。カルビー新ポテト。
小さく軽いカルビーサイウスでございます。これバター味なんですけども、これ今のところこの絶妙塩味しか私食べたことないんですが、これめっちゃくちゃうまいんですよ。あのね、もう本超おすすめ。これぜひ食べてください。今日は食べたことないこのバター味食べてみたいと思います。これね、なんかあんまり売ってなくて、今日ドンキホーテ行ったら最後の2袋、これはあと5袋ぐらい残ってますけど、あの品揃えのドンキホーテにおいてこのあと2袋しか売ってないっていうね、これだけでももうどんだけうまいかわかりますよね。最近ピョンコ先生もドハマりしてて、あったらとにかく買い占めろっていうね、運動を2人でやっております。それでは今日はバター味の方行きたいと思います。スカンジナビア半島、こういう感じです。こういう感じ。なんかね、一見そのクズポテトみたいなのしか入ってないように見えるんですけど、これとにかくその薄いんですよね。薄くてカリカリなんですよね。いただきます。あ、バターもいいわ。バターもいいぜ。うん、ポリーガリチューハイで流し込んでいきます。あ、お酒の失敗談ね。あの、雪の積もる交差点で寝てたっていうね。これマジで危なかったですね。その日なんか異常な寒波が来てて、雪が積もっちゃってて。で、新年会だったんですけど、下っ端だった頃に、むっちゃくちゃ飲まされたんですよ。あの、すごいですよ。この、これぐらいのコップを、はいって渡されて、あ、あれですって言って、こう持ってたら、上司が、日本酒ですよ。日本酒をこう、ビビビってこう、だだだだ、おい、行きなさいっつって、あ、ありがとうございます、いただきますっつって、ありがとうございますって、一気ですよね。行って、こう、開いたら、もう、次の人が、次、焼酎みたいな、もう、そんなレベルの飲まされ具合になったんですよ。で、私、自慢じゃないですけど、結構お酒強いんですね。なので、あ、行けるね、小泉くんっていうことになって、どんずかどんずか行きなさいよっつって、どんどん、もう、すごいことばっかになって、それでも全然全然ではないけど、理性を失うことなく、お疲れ様でした。みたいな感じでやってて、その上司がね、送ってくれたんですよ。家までね。だいぶ飲んだね、小泉くん、なんつって。あ、そうですね、つって。で、まだ下っ端だったんで、すごいこの専務クラスの人に送ってもらったから、めちゃくちゃこう、お疲れ様です。ありがとうございました。みたいな感じになってて。で、その人がふーんって車で行った瞬間、もう気を失ったんですね。緊張の人がプーンって切れたんで、そのままチーンですよ。で、しばらく寝てたっぽいんですよね。その交差点で雪の積もるね。交差点、ほんとど真ん中ですからね、交差点の。まあ夜遅かったんで車通りはほぼなかったんですが、寒っ！って言って起きたんですよ。寒っ！って言って。あれ起きなかったらワンチャンマジで、ポクチンしてたかもしれないですね。うん。あれは危なかったです。皆さんも、お酒は飲んでも飲まれるなってこれね、よく言ったもんで、どうすぎて飲むもんじゃないんですよ。美味しいと思う分だけを飲むようにしてください。で、その飲まされるような環境にはもう行かないでください。うん。それでいいと思います。はい。それではですね、一番、今まで買った高い買い物。で、車以外だと腕時計ですねって話をしたんですけども、19歳の時に、ロレックスの、サブマリーナデイトっていう時計を買いました。52万円か、58万円だったかな。まあ、それぐらいなんですけど。その時計が、とにかく好きで、その時計しか興味がなくて、もう、絶対、俺はそれを買ってやるんだっていうね。謎の強い意志があって、なんか友達と高校卒業してすぐぐらいのなんか集まりの時になんか、俺は、ロレックスを買うぞみたいな、熱く語るっていう謎のことをして、本当に買ったんですけど、ね、で、今すごいんですよ。価値がもうすごい上がっちゃって、今もう100万ぐらいになってるんですって。だから、時計は投資って言うけど、本当そうなんだなと思いましたね。だから、これ、自慢でも何でもないんですよ。めちゃくちゃ無理して買ったんで、19歳の時の50万ってすごくないですか？もう死活問題ですよね。で、その当時の私は、そのお金の使い方があんまりよく分かってなかったんですよ。お酒も飲まないって、そりゃそうか、19ですからね。お酒も飲まないし、特に何の趣味もなかったんで、昔
昔ね。もうそれしか見えてなかったんで、そのために30万ぐらい貯金して、で、それを頭金にして、残りを何万円ずつっていう感じに払って買ったんですけど、まあでも買ってよかったね。なぜなら、今、そんなの買えないんですよ。それはもうね、すごい収入があれば買うんでしょうけど、本当に欲しいものって、欲しい時に買った方がいいんだなと、なんか思いましたね。で、未だにもう本当にもう大好きで、もうその時計買ったんで、他の時計が全くその必要ないというか、そのデザイン的にもっとかっこいいのが欲しいとか、そういうことが全くないんで、だからあれは買ってよかったですね。で、なんかね、こう、心の中でね、当時の若彼氏、今はもうあんま関係ないですけど、若彼氏時の恋ムーンはロレックスをしてるんだっていうね、やる気がやっぱ違うんですよ、仕事やる時にね。この時計に負けないぐらいの男になるぞみたいなね、そういうなんか熱い気持ちで仕事に打ち込めたので非常に買ってよかったですね。はい。続いてのね深掘りは、質問26番目かな、怖いものはってやつなんですけど、海洋恐怖症っていうふうに答えたんですけど、これね結構マジで、皆さん Google で海洋恐怖症って検索してみてください。でそこに出てきた写真を見て何とも思わなければ全然 OK ですし、言いようのないこの不安な気持ちになったり、こう、ゾクゾクっと来たら、あなたも海洋恐怖症です。はい、あ、ぴょんこ先生がやってきました。こんばんは。こんばんは。はい、続きましてね、好きな映画を、燃えよドラゴンとターミネーター2と答えたと思うんですけども、これね、1位はもうこれ、燃えよドラゴンなんですが、これはね、私が幼い頃、もう小学生の低学年とかからとにかく大好きで、ブルース・リーが。で、VHS って今の平成生まれの人とか知らないかもしれないけど、ビデオテープっていうのが昔あって、それでこのね、これはまあ DVD ですけど、 VHS 版のこれを持ってましたね。それでもう擦り切れるぐらい本当にもう見て巻き戻して見て巻き戻して、もうずっと見てた。でこれサントラも持ってます。はい、今ちょっともう出してくるのがめんどいんで出さなかったですけど、サントラも持ってるぐらいこれはもう好きですね。多分ところどころセリフも覚えてんじゃねえかっていうぐらい好きです。でこの映画の中に、撮影の中の、大きいミスがあって、影がちょっとこうなんていうんですかね、こうまあいいやこのなんか大きい撮影のミスがあるんですよ。そことかもちっちゃい時からあれなんだろうって気づいたりしてたし、それぐらい見てましたね。ブスリーねですねでね、ターミネーター2の方はこれももうむっちゃくちゃ見てる。でもなぜか、VHS もビデオテープも持ってないし、 DVD とかブルーレイ、その品としては持ってないんですけど、まあしょっちゅうテレビでやってたんで、もうテレビでやるために、あ、ターミネーター2だってもう何回も見ましたね。もうめちゃくちゃ見た、大好き。そういうのもあって今ジョン・コナーの髪型ですね私今日、おすすめする映画はですね、もう映画のもう映画っていうと、もうこれっていう私の中でやつなんですけども、超有名作品ですが、ゴッドファーザー。ね。ゴッドファーザーでございます。ゴッドファーザーって誰もが皆さん名前は聞いたことあるじゃないですか。でも意外と映画好きの人はほとんど見てると思うんですが、意外と見てない人多いと思うんですよ。そこでですよ、この作品に一度触れてください。これは1回や2回見るもんじゃないんですよ。もうね、何回も見たくなるんですよ。すごい不思議な映画なんですよ。っていうのが、登場人物がものすごい無数にいるし、その関係性も無数にあるし、言っちゃえば結構初回見ても何のこっちゃさっぱりわかりまへんってなるんですよ。私はそうだった。あんまり頭の回転が良くないんで、初回見てもぐらいだったんですけど、ね、スルメ系なんですよね。これ洋楽にもあるんですよ、スルメ系。私の中での。私、スルメ系って言うんですけど、こう見れば見るほど、どんどん面白くなっていくとか、聞けば聞くほど、最初ピンとこなかったのに、聞けば聞くほどめちゃくちゃこうハマっていく
その作品のことをスルメ系と私は呼んでるんですけども、もうスルメ系のど真ん中の映画ですね。これを2回3回4回ってこう見ていくと、もうね抜け出せなくなってくるぐらいちょっともう不思議な魅力のある作品です。でこれは1、2、3あります。しかもですよ、しかも1も2も3もあるのに平均3時間ぐらいあります。すごいでしょ。もうちょっと見る気失せてるでしょ皆さん。ちょっとチャレンジしてみたい、このゴッドファーザー沼にね入り込みたいっていう人はね、ぜひ一度チェックしてみてください。 Amazon プライムでちょっと、間違ってたらすいません。多分今見れるはずです、はい、確か見れたと思うんで、あ、暇だったら見てあげてください、はい、で今日はあとおすすめの CD とかを言って終わりになるんですけども、まあ、大体その質問、100の質問の動画の、質問 第何問目ぐらいまでやりますみたいな、こう上から順に深掘りしてってますから、なのでこの上から順に行った中でそれよりも前のやつで深掘りしてほしいのがあったらコメント欄で言ってください。じゃあまだもうちょっとで終わりますんで行きます。あ、そうだ、じゃあごめんなさい、ちょっとすいません、もう時間30分ぐらい今収録してるんで、深掘りは一旦ここで終わりです。終わりで、おすすめの洋楽アルバム、これ行きたいと思います。すいません、はい、ですね、今日はおすすめの洋楽アルバムが2点ございます。これなんですけど、好きな、何だったかな、すいません、ちょっと何問目か忘れたけど、おすすめの海外洋楽アーティストっていうのがあって、それで、レディオヘッドって私言ったと思うんですよ。そのアルバムなんですけども、はい、でレディオヘッドのアルバムをおすすめする際にこれを出してくる人ってほとんどいないんですよ。なのでちょっとなんでそれってレディオヘッド知ってる人なら言うかもしれないですけど、私の中ではこれがもうベストオブベストなんで、これをお勧めしたんですが、まあ聞きやすいところでいくと、他のねアルバム OK コンピューターとか、そういうまあザ・ベンズとかです、ザついてたベンズってアルバムがあるんですけど、それの方がいいと思うんですけど、私はこのアムニジアックで、これがもう一押しです。はい、でこのバンドは正直これもねちょっとスルメ系じゃないけど、なんかねピンとは来ないかもしれません正直。でもねなんて言ったらいいかな、もうものすごい雰囲気があるんですよ。雰囲気、その音楽聴いた時になんかこう海外の、行ったこともない海外のこう街並みとか、このなんか森の中とか、そういうのがこの辺から来ますよね。やっぱりこれがね、こう、わーっとこう宇宙を感じるようなね、素晴らしい音楽なんです。これはもう言葉では言い表せばらそうさせられないので、概要欄にレディオヘッドのね、まあ、世界観がわかるなんか曲を選んで、概要欄に貼っときますんで、その辺から見ていただければなと思うんですけどね。はい。で、もう一個はね、これはね、ちょっとこの、なんか、アルバムが、のジャケットがちょっとこう、ダサかっこいいけど、マイリー・サイラス、ね、これ女性のシンガーでございますけども、この人の結構ファンなんですよ。で、このアルバム出すまでは、なんか、とにかく、やべえぐらい露出が多い、なんか、イカれたお姉さんだなと思ってたんですけど、このアルバムはね、もう、ちょっと音楽的に、これはめっちゃいいじゃんっていうことになって、ついつい買ってしまいました。うん、YouTube で海外のアーティストってほとんどフル、曲をねフルでもうアップロードしてるんで、そういうのを聞いてるうちにこれすごいアルバムだなってなって、これ買っちゃいましたね。ちょっとカバー曲とかも入ってて、これがねすごい良かったりするよね。プラスティックハーツ、あ、つったかな、曲名とかめちゃくちゃかっええじゃんっていうね。俺も大好き。これもしょっちゅう車の中で流れてます。はい、マイリー・サイラスでした。続きまして、邦楽のおすすめアルバム、もう教えてくださいよって前ね、前の前かなんかのこの愛席酒場のコメント欄にあったんで、お話したいんですけども、私に邦楽のおすすめ何って言われると、全部、河本ひろと関連になってしまうんで、ブルーハーツか、
ハイローズかクロマニヨンズって言っちゃうんで、あのそうじゃなく、このアルバムだけはちょっともう燦然と私の中で輝いているので、それをお勧めしたいと思います。はい、こちらでございます。地味でしょ、超地味でしょ、ジャケットとかこれがもういいんですよ。あの真心ブラザーズをご存知かということなんですけど、はい、真心ブラザーズね、この人の夢の日々というアルバムでございます。これはね、もうだろうな、正直このアルバムしか持ってないし、このアルバム以外ほぼ聞いたことがないんですよ。でもこれはもう良すぎ、これはもう素晴らしすぎ、これはもう大好きすぎで、特に1曲目の流れ星っていう曲があるんですね。これがね、もうね、なんだろうね、二人で見た夢は、ね、月の先っぽに引っかかりっていうね、これもうめっちゃ好きなんですよ、この曲。上昇気流にさらわれてね。もうね、もう本当に好きなんだこの曲が。でもこの曲を聴くためだけにこのアルバムを買ったんだが、他の曲もなんかいいねーってなって、これは珍しく邦楽で非常に聴き込んだアルバムなんだよね。なのでこれもちょっと正直スルメ系です。はい、あの1回目聴いてもピンとこないと思います、あんまりなんですが、この特に1曲目の流れ星、これだけはあの皆さんちょっと概要欄貼っとくんで、なかったらごめんなさい、YouTube 内になかったらすいませんですけど、これ貼っとくんで、これはちょっとね、この動画もうエンディングに差し掛かってますんで、これ終わったらね、聞いてください。もうなんかね、エモいんですよ、あの最近風に言うと。エモリッションマンなんですよ、この真心ブラザーズがね、うん、エモリンドンなんですよね、うん、なんかね、こう掴まれたことのないこの心のこのキュッとこう掴まれるんですよね。わかりますか？わからないでしょうね。はい、そういう感じでございます。ではちょっと、まあ、深掘りしながら、いろいろ脱線しながら、ゆっくり喋らせていただきましたけども、こんな感じで、次回の相席酒場ね、まあ、やると思いますんで、ぜひ、見に来てください。はい。いや、ほんと、相席酒場ね、ちょっとすいません、ちょっと忘れてた。うん。コメントで、相席酒場やってよって言われて、あーってなって、そうだそうだってなって、じゃあ、で、本来はラジオの動画で深掘りしていこうと思ったんですけど、うん、やっぱりね、ラジオはちょっとサブチャンになると思います。おそらく。なんで、この、相席酒場で深掘りしていけばいいじゃんと思って、ちょうどいいなと思ってやらせていただきました。はい。それでは、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録まだの方、ぜひよろしくお願いします。いつも、コメントやいいねも感謝しております。ありがとうございます。で、チャンネル、ね、登録&ベルマークもポチリンコしていただければ嬉しく思っております。それでは、最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイビー入りました。